はい、こんばんは。バンビです。サブチャンネルです。まあ、こんばんはって言っても昼なんですけど、今お散歩ですね。お散歩なうです。なんですけど、ちょっと牛宮城さんね、すごい話題になってるじゃないですか、いろいろと。まあ誰か新しいコンサルタントの人が入ってね、どうのこうのとか、まあその辺はね、まあお金出してるっていうか、いろいろやってる宮迫さんがね選んでった道なんで、まあ別にって感じなんですけど、ちょっとやっぱ僕もね、飲食をね20何年間やらせてもらってる中でね、ちょっと今回の求人の募集の件ですかはちょっと舐めとるなと思って動画撮ってます。まあこうね、言いたいこと言わないとね、なんか陰で言ってるだけっていうのもね、まあ僕のね、このあれを声がね別に届けっていうんじゃないんですよ。この声をネットに残しておきたいっていうだけなんですよね。あの求人で牛宮城さんが求人の募集を始めて、まあ時給1100円で、当店では働ければ YouTuber にも会えるし、有名人にも会えるし、で芸能活動してる子たちのシフトもなんかこう調整して応援しますみたいな感じで、まあ50名ほど採用しますみたいな感じでね、書いてある求人に書いてあったんですよね。でネットでは50人も採用するのやばみたいな、1人20万払ったら1000万じゃん人件費みたいなこと言ってたんですけど、まあそこはね、まあ、みんなが20万働くわけじゃなくて、多分1人5、6万のアルバイトの人とかもいるだろうし、そういうのでね、まあこのなんていうんですか、そのオーディションだからって言って、まあ当日いきなり休んだり、まあ、芸能活動のこのシフトの調整をするっていうので、ね、人数を多めに抱えてシフトの調整に当てていくので、まあ50人採用してくんじゃないかななんていうのは思うんですが、がですよ、あのアルバイトの子をどうやって教育していくんですかって思っちゃって、ちょっとあの感じですと、ホールにすごい、なんだろう、マネジメントっていうんですか、そのホールリーダーみたいのを置くような感じじゃないような、なんか話し方してるですよね。いい料理出ればいいみたいな。だけどね、やっぱあんだけお金取る焼肉屋さんでね、正直愛想悪かったり態度悪かったり、おしぼりポイって渡されたりするとやっぱムカつきますよ。お会計の時に1人3万円とかになって、でもあの店員ああだったじゃねえみたいな。でしかも有名人に会えますとか、ね、有名 YouTuber に会えますとかね、そういう名目も含めてね、求人打ってたら、そういう人に会いたいっていう人もいっぱい来るわけじゃないですか。でそんな人たちがね、その有名人さんですかにキャー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 言ってる間に他のお客さんどうすんのみたいな思っちゃいますし、でそのキャー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 言ってるバイトがいれば、片やね真面目に働いてるアルバイトの子もいるわけで、そういうとこどうすんのかなって、なんか考えてんのかなって。今回入ったコンサルの人はどういうなんか感じでこの求人の募集を出したのかなって、ね、バカなのかなってすごい思いましたね。誰が育てんだよバイトの子たちをって。できる子は入ってこないですからね、基本的に。もうで1100円でしょ、いちいち行かないですよ、飲食真面目にやってる人が。たった1100円で宮迫さんのところに働きたいなんて思う人少ないと思うんですけどね。だ大学生とかがちょっとじゃあ週2だけ入ろうとか、会えるんだったら週1だけ入ろうとか、あ、じゃあその芸能なんかやってくれるんだったらそうしようとかぐらいだと思うんですよね。なんか宮迫さんが一番初めに言ってた飲食を応援したいっていうね、なんかその思いみたいのが全然なんか違うんじゃないかな、なんかミーハーな方に行っちゃってるというか、すごいその印象を受けて、もっとなんかね、接客にこう熱くなってね、飲食を変えましょうみたいな、日本一の焼肉屋目指しましょう、そういう子たちを教育していくために、こういう人がいてこういう教育していくようにしてますみたいな、やんのかなって思ったら、そういうの全くなかったんで、あ、舐めてんなって思いましたね。本当、18歳の大学生のアルバイトの子が、ね、何も言わずに自発的に仕事ができるようになってくれるなんて、本当に
10人に1人でもう1年ぐらいかかってからやっととかそんなんですからね。なんかでオープンなんて忙しいじゃないですか。もう忙しい時に多分宮迫さんのお店は牛宮城さんはスタッフいっぱいけど気が利くやつがいないで、まとめるやつも誰もいない、人数がいっぱいいるだけでごちゃごちゃしてる、でも気を使ってくれる宮迫さんの知り合いとかだけが来る、でも結局その人たちはリピートしない、だんだん売り上げが下がってく、6月、7月、8月、やばいってなってると思います。ゴールデンウィークがピークじゃないですか。その時にすごい忙しくなって、ね、あのゴールデンウィークの時になったらもうオミクロンもね、今ピークアウトって言ってるんでね、もうコロナも落ち着いて、ゴールデンウィークにじゃあ、地方からもね、宮迫さん、牛宮城行ってみたいっていう人が来てね、押してみたらなんだこれはってなって、それがちょっとずつちょっとずつ、個人の SNS で拡散されて、ダメだこりゃってなるのが6、7、8ぐらいじゃないかなって思いますね。でもう一回立て直してますとか言ったところを出してんじゃねえかなって思います。とりあえずあの求人の打ち方はまあ舐めてます。今求人じゃない飲食業界はすごい人手不足です。まあどこもそうだと思うんですけど、そんな中ね、自分の知名度とそういうのだけでなんかまあ集めようみたいな、じゃあ教育どうすんだって話です。はい、以上です。飲食はそんな甘くありません。